こんばんは、お疲れ様です。日本語の配信ですいませんね、はい、今日も、X イベント行っていきます。12人ですね、現在12名、3名割って2から持つ。あ、アデミンさんのガイルは舐めてるとやられるんで、舐めてると絶対勝てないまで。今日はペコさん提唱のトンランシャーペイ戦、トンランシャーペイ戦ですね。本番なんかいろいろ書かれてるよ。なんだこれ、ソフトモード、なんだろうか。本当の皆様見えてますか。ピングってなんだ。コンピュー戦やりますか。じゃあ野次愛、皆さんこれでラストでお願いします。野次愛最後です。これをですね4チームに分けます。ダメだよ、遅いんだよ。だからルール説明終わってチーム分けしたらそこからまた無事点があるから、じゃあ文字みんなストップしといてくださいね。4チームに分けます。4チームってでも、まあいいか。はい、ルール説明するからこれで対戦終わってくださいね。おお、扱いがこの中に4人いますか。サブキャラでいいんですよ。 DJ ですよ。あー、いないね。ヘイロン DJ、 S ダイソンDJ、 この4人で分かれて、キャミーもいる。黒さんサブキャラキャミー。で、ですね、今年の年末に行われる大会の、みんな聞いてよ、アデビンさん。はい、ちょっと
複雑なルールなんで聞いてください。今年の年末で行われるルール、皆さんご存知でしょうか。聞いてる？ 4-4 です。で、1チームの中に初代の8体から2つ、新、スーパーからのキャラから1つ、四天王から1つで、これで、4人組んでくださいというルールなんですね。なので今日もそれをやろうかなという感じでございます。で、一番少ないのが多分し、スーパーキャラのからのキャラなので、サブキャラ含めて4人でちょっとそこを分かれてもらおうかなというとこから始まりましょう。ムーさんの DJ とスノさんのキャミーとグリグラさんと、ユーズル君、はい、この4人とりあえずあっちで、この4人で取り合えばいいのかな、違うかな。四天王はでもサブキャラも含めて2つ持ってる可能性があるから、そこは焼き鳥さんが来た。あ、新キャラ増えたね。これムーさんいらないわ。焼き鳥さんね、角さんの方がきついか。焼き鳥さんが入ったら全然違うルールになってしまいますね。これ人数がぐちゃってしまうので、僕入ってもいいですけど、それでも14だから、そう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 、旧キャラ3体でもいいですよ。うん、とりあえずじゃあその4人でチーム分けしてもらいましょうか。いいのかな、じゃんけんで取り合って、僕が入るでしょ。四天王使う人は全然いない、やばいぐらいいない一人も、僕しかいないんじゃない。とりあえずメインだと僕だけですね。このルールダメです、無理ですわ、今日はできないです。すいません、流れたところで、あ、でも使ってもらおうか。いいですよ、5チームにして3人チーム1つ。あ、うん、これとりあえず4チームで分けますので、1人3体使うところが2チームできます。そこに入れてもらいましょう、無理やり四天王なので。やっぱ最初の通り、まあ、メインキャラで新キャラを使う4人で取り合ってもらいます。焼き鳥さんと聞いてないよね、はい、大丈夫大丈夫、ゆずるくんとグリグロさんともう一人、角さんかムーさん、どっちがやりたい、どっちでもいいけど、ムーさんとじゃあ角さんじゃんけんして勝った方がやってください。じゃあ角さんで、はい、グリグラさん向こうで、はい、上からじゃあ書いていきましょう。そうですね、旧キャラ2人、四天王1人だよね。旧キャラ2人、四天王1人、はい、そうです。ハニマルさん、お、なんか重装備で、使わせるってこと、そう、使ってもらうそれがですね、今15人になったので1チームだけ、はい、3体使うっていうのがね、ツノッピチーム、ツノッピ、ユーズル、グリグラ、焼き鳥、はい、じゃあじゃんけんをしてください。最初はじゃんけん、ほい、
はい、勝った2人、負けた2人じゃんけん。角さんがまず、はい、じゃあ2号ちゃん、2回転、はい、次に勝ったゆずる君、誰を取る、はい、鈴鹿、ムーさん、はい、チームメイトでございます。阿部敏、これはやばい、阿部敏ここまでは決めないでしょ、はい、もう一回じゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、こうでしょ、お、負けどっす、最初はグー、鈴鹿さん取られてるんだ、はい、鈴鹿消えました、阿部敏消えました。ムーさん、はい。ニーヤーさん。ニーヤー。これは、最後になったのは、3人。いや違う、もう一回やってから。そうか、まだだね、もうまだね、うん、はい。デヒ。消えてるんだよね、はい、消えました、ごめんなさい。じゃあ、阿部さん、阿部、これはそうだよ、いや、俺キャミなので、いや、2キャラ持ちっすよ、2キャラ持ちなの、2キャラ持ちです。え、どういうの、違うでしょ、なんで2キャラ持ちなの、まあ、2キャラ持ちじゃないとこれ結構一瞬で終わっちゃうんですよ、うん、最後にじゃんけんして、うん、負けた人のチームだけ、チームが2キャラなんでしょ、そこが3キャラだ、え、そうなの、そういった、そういった、2キャラ持ち、そもそも2キャラ持ちです、あ、そうなの、1人2キャラ持ちです、いや、まあ、でもだ、ここストップ、まあ、4チームだからって、じゃあ福山さんにしよう、福山、うん、福山さん、あぜ、え、じゃあ8-8ですか、そうですね、長い、ちょっと長めですけども、あぜ、福山、残るは3人、あ、もう一回じゃんけんです、あぜ、今取られました、うん、もう一回じゃんけんしてください、最初はグーじゃんけん、ほい、3人チーム、はい、剣 S がいるブランカです、ブランカ、ブランカ、カニバルさん、はい、ミヤさん、で最後ユハさんですね、はい、それでは紙作っていきますので少々お待ちください、キャラクターは2キャラ持ち、2キャラ使うんですけども公開してないんです、でもさ、それはさ、旧キャラ4回、新キャラ2回、捨てるの2回、そう、僕はそう、それだ、そう、そうなったんだ、ごめんなさい、じゃあ、やっぱ1体ですね、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、そっか、それで崩れたんだ、だから、全部終わっちゃいますよ、全部終わっちゃう、あ、でも4チームだとダブルでもしょうがない、ダブルエンディングで、ダブルで、まあ、とりあえずダブルで6回やればいいんじゃないですか、はい、はい、
すみません、お待たせしました。はい、それでは各チーム集まってキャラクターを決定してください。
チーム決まってますので、チーム内で誰が何を使うのか決めておいてください。 A チーム、クロッピーに帰って福山カニバル、トノサドコリに集まってください。 B チーム、ユーズル、鈴鹿、ヒデ、ニア、これが、ユーズル君のところですね、集まってください。そして、C チーム、グリグラ、アビビン、アゼ、この3人も集まって、相談しておいてください。はい、ここのチームは誰かが2体使ってで、さっきの条件満たせば OK です。はい、D チームが焼き鳥、ムー、ニーヤ、イロハ、これも集まってください。あ、じゃあ、いろはカニバルさんは、じゃあ、そっちです。ここはみんなメインなんで。はい。一戦のも絶対入れます。ちょっと待って、焼き鳥、ムー、ニーヤー、Bチームやべえな。はい、どうぞ。ユーズル DJ、 あ、なんで抜けてんの。あ、じゃあここだ。アベミンさん、アベミンさん、ペコさんが書き忘れてたわ。ペコさんそっち、ペコさんそこ入ります。うん、グリグラさん、はい、鈴鹿、バルロで、バルロ、ほうなるほど。はい、ゴーキはダメです。ゴキ今日も1万円ですよ。僕のポケットに入るんで大丈夫ですよ。ペコさん書き忘れたなんて、これ16人いましたね。失礼しました。じゃあ誰が何使うか頼ますよ。対戦は、またリーダー同士ジャンケンして並べるので、ちょっと待っててください。まだここでやったいのです。はい、決まりましたか。ちょっと待って、焼き鳥さんチームはまだ決まりました。じゃあ、いや、これは書いちゃダメ。はい、焼き鳥さんがここ、はい、おお、ほほほ、なんか意外なところで使ってきました。なるほど。はい、あとは C チームだけです。はい、じゃあ教えてください。あ、
りました。こんなあいるエッサが、なるほど、これメインキャラの方が弱く感じてきたぞ。はい、それでは1キャラです。1キャラです。さっき2キャラって言っちゃいましたけど、1キャラです。それでは各チームのリーダーじゃんけんして ABCD、まず A 対 B を始めますので、もう一回じゃんけんしてください。一番勝った人と2番目に勝った人が 1P、2P で始まります。いや、これまだ2人につけただけなので、はい、そうです、そうなります、はい。B はユズラチーム、 C ユズルチーム、ヤストリチームが D と。おー、分かりました。それでは A 対 B で始まりますので、 A チーム 1P 先方申告でお願いします。B チームユリグラチームですね、が 2P 側、解けや解けやリセットしてください。キャラクターはここにしかないので、自由に見てください。はい、 B チームは前らしい。今回出場順を決めてないんですよ。出場順を決めてないんですね。上から順番に選ぶやつじゃないんで、どうしよう。今から決めた方がいいかな。決めた方がいいな。じゃあごめんなさい、ちょっと始まる前に各チーム1番から4番順番並べといてください。ここで、でそれを僕もう一回出力してきますので、ごめんなさいね、太もも ICP をまたちょっとお待たせしております。
はい、ペコ。すみません、お待たせいたしました。今日はちょっと複雑なルールになってしまいましたけども、とりあえず行ってみましょう。まず先鋒戦は A チームの福山龍と B チームのテコエッサガで始まりましょう。はい、今日は12月11日に行われる FO4 のルール、はい、そうですね。あれ、フォーンゴーの大会名って決まったんですか？フォックスって書いてある。フォックス。フォックス。フォックス。フォー、フォーエックスですね。フォックス。あ、フォー、フォーバー。あ、肩を取った。ダメよね。フォックス楽しみですね。さあ、打っちゃった。あはは。さあ、まずは、前方福山龍とテコエッサが、テコさんは、まあ、エッサが使ってる見たことないですけど絶対使いますよね。ゴーキの代わり、ゴーキの代わり、ゴーキはダメって言ったんだね。そうですね。エッサが対龍は絶対慣れないときついですよ。龍側慣れたらいける説がありますけど、ちょっと遠すぎたー。うわー、当たって、うわー、止めよ、ほらさあ、ペコさん、カニバルブランカか鈴鹿バルログ、イロハバルログ選んでください。え、何それ、こういうルール。カニバルブランカ決めされました。あ、これでいつも の、 あの東西南西のやつ。そうですね、決め式です。でもその連勝制限感じですか。連勝制限2連勝かな、少ないんだもん。3、カニフル今は3ぐらいですね。考えないですけど残るんで、結局見ればいいかなと思うんですよね。ということで、さあ、アニバルがこれはちょっと組み合わせ的に大変なところ。英語くんが結構いけるみたいな話してたよ。いや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 、それはこれぐらいの前でずっとスイッチングをやってみたいなのは、まあ、S でもできるかも。おー、出る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 、出ちゃいけないやつだけど、さあ買って、ローリング一発だと死ぬかもしれないので、ちょっと積極的に持ちたいところ。ああ、いってるいってる、ダメだった。ペコさん、未回転バイソンか鈴鹿バルログ、イロハバルログ。3連勝でストップ。鈴鹿バルログ順番の頭からなんですね。そうです。一番上にいる人が、まあ、レッツゴー。なるほど、これはルール説明するのやめましょう。はい、複雑なんですよ。2チームになったら東西南戦の、まあ、応用ですからね。面白いんだけど説明したくないぐらい面倒くさい。鈴鹿バルログ、ダルシムを捨てて、ダルシムポイントゲッターだと思ったんですけど、爪がないから弱いと、よくいける。さあ、うぅ、テラーが忘れている。お、投げて、うわぁ、狙った
たものは誰というか。お、三ヒット。あれそんなゲームないんですよね。実は。中圧がプラス5だったんで、いよいよ1ですね。うわー、表にアパカが出ていた。え、三連勝トップです。三連勝してしまったら。その時点で殺されたチームが指名ですね。うわ、危ねえ。さあ、おおおお、これは鈴鹿がお互い1対1で損があるわ。おおおお、テラー。さあ、鈴鹿さん、アゼガイル2回転バイソンイロハバルログ、テラね。イロハバルログ、まさかの同キャラ。いやー、これ過酷ですね。過酷ですよ。ルールによってサブを使っているのに倒せられる。サブがみんな強キャラなら大丈夫です。みんなバルログばっかり。みんな捨てんの使わない、しょうがないバルログ使うか。あ、バルログ簡単とはいえ、おお、投げピオですわね。あ、ピオからピオはダメですね。投げピオから投げは入らない。ピオで何入らないの、結構知らない人がいますよ。そうですね。たまに忘れる。たまに忘れる、確かに。アメリンさんには3回ぐらい説明した覚えがあります。大一丁でそっち怒るのに。あー、大一丁からも大一丁。さあ、鈴鹿が2連勝。え、阿部がいる2回転倍数、ニア本番。アゼガイル、アゼガイル、指名です。勝ったら指名できるからね。さあ、というわけで現在 A チームが残り2体、 B チームが残り3体で勝ち取られている。 C チームが、先方鈴鹿が勝っているところですね。 D チームが残り3体となっております。アイムツマリの上がありましたよ、なんだっけ。クマギリアサメか。おお、今のめくり完璧でしたね。ちょっと、下がってソニック。まず画面端までは下がっとけ。これで鈴鹿まず勝ってしまうと三連勝ストップですね。いかんいかんいかん。うう、普通にきつい。あ、普通にきつそう。アドバイス。おーおーおー、誰のこの投げを外してる人にとったの怪しいっすよね。あー、そうっすね。ちょっと受け身取った側が早く動いてるっぽいんですけどね。いや、でも、多分ないっすね。あ、どうか。まあ、そのまま。さあ、それでは、鈴鹿バルログを残した状態で、阿部さんの次になるんですか。はい、グリグラフェイロンが指名です。一番上に残っている2回転バイソンか、
鈴鹿バルログがニーアホンダマイゾンバルログホグあ、じゃあ、リセットしちゃってくださいえ、バルログ鈴鹿バルログ、はい、鈴鹿バルログだそうですあ、じゃあ、はい、ショーパンでじゃあ、鈴鹿バルログ指名ということでこのまま、まあ、続行をですねこれはあれですよね、私の手で手だけでこのペースやるわかんないのにわかりやすいさあバルログは一番細い組なのねあ、2番目かおお。来ましたねわかんないやつがいきなり2番目に細い組かなのでレッグ空脚で左右が入れ替わってるかどうかが判別しづらいはい、あの発光向きのジャンプ相当高めで聞こえないといけない魂さんとのその辺をものすごい研究してますうまいさあおおくぐっている素晴らしい2回転バイソンかニアケンかニアホンダニアケンニアケンさあどうなることやらちょっとバランスよく減ってきましたねさあ三宅がやったとこはあんま見ないですねお、膝掴んだ膝掴んださあ、見えた表が見えなかった裏に見えちゃったゴリラペイロンも乗ってくると相当高い力もあるプレイヤーうまい下がってでっかくやさっとくおお最大劣化神剣おお見事はい、それでは2回転マイソンヒデチュンリーニアホンダですバランスよく減ってきましたよそうっすねみんなやっぱ本当は嫌なんですね玉梨コナにとってはこんなうざいキャラいないんで特にニーヤさんとかねすごいやりたくないですねいやでもニーヤさん倒せばルーさんが待ってるんですよあそれは楽しいですねおい繋がってない楽しくて嬉しいですヒデが、おおお逃げ出した、逃げ出したが待ってるだけだと死んでくれない体力うわぁ戦列が止まる前に勝負かけるグリーンドラがこれで、ストップの2機ですねあ耐久は出ていないスピングあっとあれ一番簡単な方にやばいよコーヒットした投げるグリグラ3連勝でストップあったヒデさんヒデが死んだこれフェローユリだからしょうがないさあゆずるくん指名ですはい、これチュンリーが8位ですチュンリーが8ですだからヒデ先頭ってはい、バイソン、フェイロン、ホンダ選んでフェイロンいやこれマジ無理だわ本当下手すぎだろだってもうなんかフェイロンなんか当たった瞬間に俺矢口マリ状態でした
タッチ強キックとか、はい、強肩タイプ、あ、はい、その辺も一切やってなかったので、それは負けます。なんかゲリラさんに俺ここのところ全敗なんですよ。東大戦もここだけ全敗なんですよ。あ、ゆずるくんが大将ですからね、これ、はい、これ勝たないとまずい。そうですね、しかし DJ フェイロンやろうぜ、死ねよってやつですね。まあそうですね。しかしやばい、これおおおお、これはこれは想像が見てた伝説のゴムカード。ゴムカード、どこがゴムなんだこれ。ゴムやめやろ。頑張ったが冷静だと譲る。いや、そこまで攻めるのはさすがゲリラさんですよ。端っこに詰めたら、はい、シャガモンキョーパンと劣化圏でかなり戦えると。おっと、うん、よく見てる。さあ持て、待って、うまい差し返し、お、投げて、あー投げ返された。これはピッチ下がるスペースで頑張りやる。しかし、お、うまい、おお、伸びが通る。あースイッチを飛んでピッチ、これグリグラさん勝ちなんじゃないかな、もしかしたら、はい、チームメイト、チームメイト確かに応援しないといけませんよ。さあ、お、お互いこなしてこれは中弱、弱角できるよ。ガードガード、なんだ今あのタツコミックさっきと使ってますけど、あれ何効果ですか。激痛逃げ対策ですね。へぇ、どこ、さあ、しかしスライディング入んないのかな。スライディングを燃やされたりとか、いや、ないと思う。はい、そうです。ガードの後に、うん、さあ、この体力差、ベロドット、さあ、これはもうやることない。これが DJ フェロン、2回転バイソン、アビミンホンダ、ニーアホンダ、どれもきついてか。ニーア、ニーアさん、なんとここでここでやる気スイッチがまだ入ってないのを見越してか、ニーアさんを選択。さあ始まります。おっと、危ない、危ない、早め出しが強い。このそこでだ、危ないですね。もうロウソクが半分ぐらいしかないところで、さあめくりにして、リンガーを、おーっと、当たった、いやージャックまで入るよ。あのスパコン、あーあーっと、これはまだある、なんとか自陣持たれる前に、ユチやばい、おお、前飛びはさすがに、前飛びはためらくなりますからね、さすがに。まあ、しゃがみとかアレンジすればギリギリダメダメ、うん、写真あさるからやっぱ3フレの隙はあるんで、あ4フレか、どれもあるんで、うん、まあ、さっき食らった隙は食らわねえよと。おっと、プロタイプ、おお、お互い逃げを選択しましたね。すごいですね。DJ に対して本田が近づいてくるが寄れない。福田は当たらず待っている。めくりガードして、これは今のは腹ジャンプオリンソウルですかね。狙ってましたが安定の福田です。さあこれを踏まえてどっかガード、おっと、あゆち、マジか、あ、見ている。さあ、めくりたい株、安定のあの前、そうなんだ、うまい、おきは、裏返ってさあ、すが、うかすらがうまい、見せてる。もう一回、最後の余命か、打っちゃった、やる気がなかった、ね、やる気がなかった。アベビンホンナ、ムーダルシム、僕これもきついね。2回転指名です。指名ラウンド1、はい、まだいけると。さあユーブルさん、ここで勝てば、はい、ユーブルさん、ここを勝てばとりあえずは一旦ラスボス、大将ですが一旦下がれます。リネちゃん、はい、こんばんは。今
ました。阿部ビンさんです。皆さん、お待たせしました。阿部ビンさんの前で僕来なかったんだろうね。さあ、2回転バイソンが一気に画面外矢口まり状態から回復。浮いていいです。これはね、ミカさんあるね。だってもう自分の近いところじゃないから。わあ、よく打った。よくカットした。あれ、中キック、マイナー中キック、下がりくらいだと自分さん何まで言うの。あれなんだろう、よくわかんない。こんなもんですから。お、おいしい。ミカさんはね、お、ミカさん溜めてから勝負だから。うまい、立ち台系。さあ狙ってるよ。狙ってますね。わあ、よく打った。さあ、エリゴ君のエアスラもうまい。そうですね、お互いにうまい。あっ、ガードした。しかもボンバー遅らせ、ワイジャンプで、おお、クラーが一方的に当たる。いいですね。いや、これお互いの読み合いすぎないの。うまいですね。あー、中キック、前飛び、なぜここまで回せと。うわ、中キック、さあもう一度、これは矢口なり。あ、しかしよくガードした。あれはピオリさんだ。あはは。さあ、読み合いがいいですね、ここ。そうですね、金がないことを確認してやったら。うわー、飛んできた。もう時間した。コンパン、わー、なんだこれ。熱い、あっ、あっ、あっ、しかし、これは、はい、あー、決まった。レネルが、さあ、ニカさん、アベビン、ホンダ、ムーダルシム、ムーさん、ムーさん。僕、なんで呼ばれないのかね。いいね。これは多分ニカさんもアベビンさんの圧力に恐れてるんですよ。嫌なのかな。ね、マジで使えないんですけど、どうすればいいですか。俺は頑張ったんですけど、ちょっとニカさん、ユーゼルさん、さすがです。さあ、ムーさん出ましたよ。さあ、ムーさん来た。みんなの大好きムーさん、ダルシム使いですごい声援を受けるムーさん。あー、これニカさんかな、もう。ヨガファイヤー、しかしヨガファイヤーモードにしてしまえば OK でしょう。ただもう あと3回ぐらいで溜まりそうなので。あー、スムース、うまい、うまい、うまい。あー、こういうことですね。みんなもすごいね、ちゃんと、ちゃんとマッチ食べてね。お、しかし、よし、投げ返した。ここからがヌーモード。おー、大ヒット、暴れたところを。じゃあやりに行ってるぞ、これは。いや、でもやりに行くの経過でしょう。そうですね。あー、踏まない。おー、うまい、うまい、うまい、大空。ヌーさん、飛んできたよ、これで溜まるから。ほら、これは、何もしない。わー、あれ確かにボスを引きたくなる場面ですからね。最強パンチだ。あれ潰れんの。おー、やばいよ、それはダメだって。ダンパンチ、ダッシュ、アッパーじゃない、ダッシュすると。なんだこれ。おー、裏にいる。しかし、ここからヨガファイアボード始まった。あー、始まるよ。来たよ、ほら。あ、安い、どっち、投げない。あ、さあ、ボスだな、これは。焼き鳥ホーク、アベビンホンダ、アベビンホンダ、行ってきます。これちょっと僕倒した方がいいかな。いや、これ倒してほしいですね。さあ、前にちょっと鈴鹿さんから聞きましたが、端に詰めてるバイソンに対してヨガファイヤーを連打した場合、ちょっとずつ前に行くらしいです。なので、これ、ずっとガードするって我慢して、そこから痛いお仕事をするっていうのが、バイソン使いの。ああ、バイソン側が前に歩くのね。いや、違います。え、ダルシムがヨガファイヤーをすると、ちょっとずつ前に
歩く。いや、それジャック打ってる間に下がればいいんじゃない。画面端だろ。鈴鹿さんが前行ってくるね。裏方が画面端に出てる前さんに対してヨガハイヤーを打ち抜いてるとちょっとずつ前に、もうできたちょっとずつ前に行きます。え、下がれないですかそれ。いや、いいから、今日もヒデの反省会だからもうヒデさん先方にしようって言ったのに。まあまあまあ、ね、な今日何かありました。今日は何か活躍がありました。今日はあれですね、ヒデチョンジーがこのチョンジーのイベントに出たっていう。ちょっとそれがもう失敗ということ。いや、もう俺大将でもいいっすよぐらいの感じで言ってこれですよねあれ噂がこれやばいね。そう、若干やっかんさっきやってたけど、クレイジーに勝っちゃうんですよね。マジ、あのクレイジー密着だと無敵すぐ終わるんで、ああいう持続が長い技には負けます。マジか。だからもしかしたらスピバとかもなんかぐちゃっとなるんじゃないかな。あ、密着だとジャックのジャックナイフで切れるんで、さあ見ている。これは我慢。うん、あダフ、なぜかダフ、つかむ、あれはネタ殺し。さあ、コンパンチを出て、コンパンチの速い、ニカホン、スカイテンバイソン。いや、これ、どうすんの。あー、出て出しちゃう、出しちゃう、あれ出しちゃう、あれ出しちゃうってこと、アメピーさん連打してたでしょ、今。客観と張り手は張り手が優先なんじゃないの。やっぱりさーん、多分客観で据えるはずです。え、違うでしょ、ニカさんが終わりで。あ、そっか。でも焼き鳥さんになるのか、うん、焼き鳥さんとニカさんの。そうだ、今のダベビンさんのチームも終わりっすね。さあ、でもこれニカさんたちのチーム、3人置いてるの正解ですね。そうっすね、作戦通りって。いや、俺とか言ったんだけど危ないじゃないですか。バイソンで倒さなかったらやばかったんですね。はい、いや、本当はもう一回行くか迷ったんですけどね。さあ、来た。いやー、あれ伸びてる方はね、感覚が多分ないです。おーっと、避けたけど、読み合いがやばいだろ今の。いや、まあクレイジーじゃなかったらね、危ないですね。うーえー、はい、こうなります。あの伸びてる、うん、ニョッキの方だと前がすごい離れちゃうんで、はい、ダメなんですね。はい、グランドクライマックスルが、うわー厳しい。冷静、冷静に回転バイソン。しかし、あー、危ない危ない危ない。さあ、はい、終わっちゃったよ。終わっちゃった。優勝福山カニバル2回転スロッピー、おめでとうございます。 A チーム、なんすか、エキシビジョンでヒデでもやります。あ、キャミーさん、はい、角さんの、はい、キャミーで特別出演の角キャミーです。さあ、やはり、今回の、はい、この 4-1 のルールは、はい、このスーパーの新キャラ4人のメンツをどうするかっていう問題が非常に大きいのではないかと。まあそうですね。そうなんですよね。まあやっぱ初代の8人と四天王はまあどうにかなると思うんですが、四天王の4人ってただでさえ人口がかなり少ないんですので、四天王の4人から1人、スーパーの4人から1人で、初代の8人から2人。これ結構チーム限られますよね。かなり限られますね。これもあれですよね、早いもん勝ちで勝った方が勝ちですね。そうですね、そうですね。でもやっぱその今回その分け方が特殊なせいで難しいんですよね、はい、そうですね。まあ、うっそ、なんだ今の、やばすぎだろ。いやー、これは、あー、抜けた、おもらしだ、抜けがない。しかし、あー、
本が手前落ちは見ている。さすがに表裏落ちはねえだろと。まあ、バックジャンプ読みに置いといて裏に落ちたらまあ投げぐらいですからね、はい、やばいねこれ。どうすんの？これは難しいですよかなり、うん、キャミーがやっぱり死なない。ゼロドット。しかし芋掘りタイム。これ決して店員怒りのインカム回収じゃん。あ、店員じゃない、元店員の怒りのインカム回収、はい。ただデイヒーさんが恥をさらしただけです今日は。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで本日のイベントは以上かな。以上ですね。はい、というわけでじゃあ皆さんのお試合やっていきましょ う, いいう。デイヒーさん配信台でやってても、僕はいやります。はい、いやあとあの太ももさんがあの来ないっていうのもちょっとあれっすね。こんばんはじゃないっすね。これでもチーム決まってる人あんまりいるのかな。はい、のじゃいをやっちゃってください。あれ P さんとかいるし、最後のリバーサーはもちろんカーニバルですね。でもカーニバルあの距離だと多分勝てないかな。あのジャックはダメなんで、ジャックは密着の時だけ出せば一歩がします。ただあの、ま、間合いを離されたクレイジーは無敵がめちゃくちゃ長いので、カーニバルでどうかな。カーニバルがの攻撃判定が出る前に密着してくれれば多分こっちが勝つんですけど、あとアッパークレイジーにしちゃうともう絶対にジャックでもクレイジーでもあれじゃない、ジャックでもカーニバルでも勝っちゃいますね。さあ早速ヒデチュンリーがペコ流にやられております。
草さんの煽りスタンプ今気づきましたね。あのうほうほう言ってますけど、あのこの間の2オンなんかも俺の真後ろでいつでも準備できてるからとか言って、もう携帯ずっと画面やってやったけど負けなかったみたいなのはありましたね。あれヒデさん終わったのもう早くない？言うてもサブだよ、ペコさんの竜なんか。いやーやっぱり先方だったんじゃないですかね、言うても。
Dragon wins!
Sacos, 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 s
Zone 3, fight! Shit.
Go!
っと切りのいいところで配信ストップいたします。ご視聴ありがとうございました。火曜日がここです。